ます。よっ！お姉さんに任せとけ。ま、当然よね。任せろ。てや。クンカの番だね。いや。一点。クンカの勝ちなのだ。ショータイムの始まりね。クンカの番だね。いや。行くぞ。剣よ、俺を導いてくれ。みんな、油断するな。行くでござる。行くぞ。てや。お姉さんにお任せくれ。いや、任せてください。よっ、行くでござる。いや、楽勝なのだ。油断は禁物でござるよ。くよー、そこ。にゃー、頑張ります。覚悟して。それさ、お相手しまつれ。お姉さんを甘く見ちゃダメよ。油断は禁物でござるよ。行くで、そこ。にゃー、行くぞ。てや。もしかして私のお願いを叶えてくださったのはあなたたちなのかしら。え、おお、でっかい。ライバル出現だぞ、パニーニャ。いいから自重なさい、あんたは。あなたは。あら、やだ、私ったら嬉しくってつい馴れ馴れしく話しかけちゃったりして。まずはこちらから自己紹介よね。私、キュプラと申します。よろしくね。あ、はあ。その名前ってもしかしてさっき完了報告したクエストの依頼人さんですか。あ、そうなのか。そうなのよ。へえ、まさかこの町にハルピュイアがいたとは思わなかったわね。ハルピュイア？有翼種族のことですよ。ほら、彼女の背中にも綺麗な白い羽が生えているでしょ。本当だ。そんなにまじまじ見つめられちゃうと照れちゃうんですけど。うわ、失礼しました。それはさておき、私たちに声をかけたのはどういった理由で。そうそう、それそれ。
ぜひともお礼がしたかったの。報酬ならきちんといただきましたよ。それはお仕事の正当な代金でしょ。私の気持ちの分が入ってないわ。ずっと依頼を受けてくれる人がいなくて諦めかけてた品を取ってきてくれたんですもの。すっごくすっごく感謝してるの。ありがとう。おかげで中途半端だった作品を完成させることができるわ。作品？とりあえず座って話をしましょうよ。ランチごちそうさせてちょうだいな。うわー、ご飯だ、ご飯。こら、食うか。いいじゃない、せっかくだからここはお言葉に甘えちゃいましょう。いや、しかし人々の感謝の気持ちを素直に受け取るのも勇者様の大事なお仕事でしょ。まあ、それはそうだけど。さあ、ついてきてくださいな。いいお店、知っているんですよ。そうだな。We'll be right back.
ええ。行くぞ。はい。みんな、油断するな。俺が相手だ。これでどうだ。クンカの番だね。覚悟するでござる。よし。でも。
そうね。さて、
寺子屋？そうなのだ、寺子屋なのでござるよ。軍家はそこで他のみんなと一緒に読み書きとか1たす2とか とにかくいろいろとお勉強したのでござるよ。あら、イーリス島でもそうなんだ。パニーニャもなのか。ええ、私たちの場合は長老様たちが子供たちを集めて教えていたわ。必要最低限の知識がないと身を立てる芸を学ぶどころか生きていけないからね。なるほどな。私の場合は教会にある学園でいろいろと教えていただきました。いろんな授業があって試験とかもあって大変でしたけど、たくさんの友達と一緒に学ぶことができてとっても楽しかったです。そうそう、みんな一緒だからこそ楽しい部分ってあるわよね。こっち負け競ったりとかさ。軍家は帰り道にみんなと食べたおやつが一番の思い出なのだ。どうせバナナでしょ。にゃははは。先輩。え？もうレイン先輩ったらぼーっとしすぎですよ。ハルシアって、その格好は？え？学園指定の普通の制服ですけど。学園指定？やだな、忘れないでくださいよ。ここは調律アガレスト学園、夢とかロマンとかいろんなものにあふれてて、レイン先輩はそこの生徒でありまして、でもって私はその後輩なんですよ。後輩って、確かファルシアは俺よりも早生まれだった気が。あいた。細かなことはどうでもいいんです。ロマンの前に全てはキャンセルされるの。そんなことより、私お弁当をこっそりと作ってきたんですよね。一緒に食べましょう。あーんしてください。あーんって。いや、自分で食べるから。あーん、レイン兄ちゃんったらラブラブなのだ。クンカ、なんだよその格好は。クンカは小等部の生徒だから、これが天ぷらなのでござるよ。天ぷら？そんなことより、こいつを見てほしいのだ。学園生活のお約束、第6条の9項目。何？学園でイチャついたら、即担当教諭による公正指導？その通り！私抜きでのイチャイチャは言語道断、全面的に禁止！パニーニャまで。先生とお呼びなさい、レイ君。すみません。まったく、君という生徒は本当に天然の女ったらしなんだから。いや、そんなことは。いた。言い訳しないの。だいたいその初々しい学生服姿がハレンチ極まりないのよ。近いです、先生。吐息が胸元。先生、なんだかドキドキしておかしくなっちゃいそう。レイン先輩は私のステディなんです。伝説の電信柱の下でぶつかった時から。レインお兄ちゃんは軍家といつもお医者さんごっこする仲なんだぞ。何一つとして覚えがないぞ。濡れ衣だ、冤罪だ。先生が生徒に手を出すなんて、
しまいには空のお鍋ぶつけますよ。幼馴染補正なんて都市伝説なのよ。他人や知ってるんだからね。ニャッフルニャッフル。ちょっといいかな。どうしたの？
パニーニャ、いるか？邪魔しないように帰ろうかと思ってたんだけど、つい見とれて。視線を感じるって思ったら勇者様が覗きだなんて。いや、そんなつもりじゃなくて。本当はこんな失敗したところなんて見せたくなかったのに。え？だって恥ずかしいじゃない。そうかな。練習なら失敗するのは当然だし。だからそれを見られたくなかったの。お姉さんの面目丸つぶれじゃない。そんなことはないって。むしろ俺は感心したよ。パニーニャには不本意だったかもしれないけど、こういう努力の積み重ねが颯爽とした立ち回りを支えているんだなって、むしろ感心したよ。見習わなくちゃって思ったくらいだ。パニーニャ、恥ずかしいこと言っちゃうかな。いいから、もう今日はおしまい。じゃあね。あ。